遥かたかし翼は、日本の男子プロバスケットボール選手である。茨城ロボッツ所属。中華人民共和国生まれ福岡県福岡市育ち。日本国籍を取得しており、期間前は陽翼、洋たかし翼中国で生まれ、4歳の時に、日本に移住。父親は、元中国ナショナルチームのキャプテン。本郷保育園、本郷小学校、百道中学校。 福岡第一高等高校、東海大学を卒業。小学校4年生からバスケットボールを始める。福岡第一高校を在籍時は、1年時からシックスマンとして活躍し、島根インターハイでは優勝に貢献。2年時からは主力として抜擢され、ウィンターカップで優勝。3年時はチームタイトルは取れなかったものの、 福岡少年国体に選出され優勝を果たす。大学は東海大学に進学。1年次と2年次に新人戦優勝に貢献し、3年次は関東トーナメントで準優勝を果たす。また、大学2年次に日本国籍を取得するとともに改名。日本国籍取得を機に平成22年度バスケットボール男子育成強化キャンプ参加メンバーに選出され、その後、 日本代表 U-22 として、理想100敗に出場。その他では、キミオールスターや日本男子、学生選抜トーナメントの学生選抜として、選出され、主力として優勝に貢献している。大学卒業後は、NBL 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ名古屋に、入団所属1年目は、ユニバーシアード男子日本代表候補に選出される。 2013から2014シーズン終了後、熊本ボルターズに移籍した。2014から2015年シーズンでは、NBL オール、スターゲームに選手として選出され、本戦に出場した。2016年オフ、新潟アルビレックス BB へ移籍さらに、2018から19シーズンは、ライジングゼファー福岡に移籍しプレイ。2019から20シーズンは、 東京サンレーブス2遺跡、個人実績、ありがとうございます。